ぜひいわきの現状を知っていただきたいっていう趣旨でこのミセルカバスツアーの方を開催させていただいてまして、ミセルカとしては3回目なんですが、実はその他にですね6回ほどバスツアーやっておりまして、それはいわきまで行くのでぜひアテンドしてほしいというような、で約270名ほどですねバスツアーの方にこれまで参加していただいております。やっぱりこう市を挙げてこういう活動をしているっていうのがすごいなと思いました。で、なんか基本的にすごくこう明るいっていうか、なんかやっぱり風評被害とかあって、割とそのなんていうか暗いイメージじゃないけど、なんかそういうのがありそうな感じなんですけど、すごいこう明るくなんかみんなやってらっしゃるので、すごいこう。なんかこちらもなんかこう元気になってくるっていうか、そういう感じはありました。やっぱりその美味しいっていうのが本当になんかこうすごい、なんかそれが伝わってほしいっていうのはすごい思いますね。美味しさを伝えてほしい。僕はやってるんですけれども、はい、なかなか震災原発事故の後、お客様とのコミュニケーションっていうのをどうやって取っていくかなっていうのが難しい課題になっていて、岩木市さんでこういう取り組みされてるって先進的だなと思ったので、勉強できればいいなと思って参加しました。ツアーを通じてその全てありのままに見せるっていう意気込みが感じられて、そこはすごいなと思いました。ぜひですね、現状を知っていただくためにはぜひいわきの方にお越しいただいて現実を見ていただきたいというふうに思ってます。ミセルカバスツアーにつきましては平成25年度も継続する予定としておりますので、皆さん応募していただいて参加していただきたいというふうに思ってます。よろしくお願いします。